昨日午後、花巻市で自宅の裏山にある栗林を見に行った男性が熊に襲われ怪我をしました。山から一気に来たからさ、あっつんだけよ、うん、昨日午後4時ごろ、花巻市大波佐間町の無職伊藤道夫さんが自宅裏の栗林を見に行ったところ、体長1メートルほどの成獣とみられる熊に襲われました。伊藤さんは頭や腕などを引っかかれ、数針縫う怪我をしました。切っても好きですけど、もうダメだったからさ。で、何にも持ってなかったのよ。やっぱり、釜が、なんか棒みたいなの持って歩かなきゃダメだってさ。今ほら、叩くこともできるけど、何にもなかったね。栗林には、数日前にも熊が出たということで、地元の猟友会では、今朝罠を設置しました。思い出すか、何か驚の出るものを持って歩くか、うん、警察では熊よけの鈴など大きな音が出るものを持ち歩くよう呼びかけています。